皆様あの、改めまして iPS 細胞研究所所長の山中でございます、えー。前半でですね、若手の研究者、山本先生、今村先生が最先端の研究について、えー、紹介させていただきました。あの私たち研究者にとっては非常に、えー、エキサイティングな内容で,、えー、でしたがあ、もしかすると一般の皆様にはあの少し 難ししいところがあったかもしれませんで私の話の中ではですねあの科学の最先端のことも少しお話ししますがむしろですね iPS 細胞をできるまでそしてできた後の活動でさまざまな恩人であったり恩師であったり友人であったりからのいろんなことを学んできました。 そういったことを皆様と共有できたらというふうに思っております。あの画面を共有させていただきます。あの私にとって、えー、たくさんの恩人がもちろんいるわけですがな、なんといってもですね、最大の私にとっての恩人は、あの両親であります。もう2人とも このようにはあのいないわけでありますがこの写真は私の父親であります、えー、息子の私が見てもなかなか男前だなとお特にですね私から見るとあの髪の毛が羨ましいなといつも思うんですけれどもお父はですね研究者でもお医師でもありませんでしたあ東大阪という大阪のおおまあ小さな 市でですね、町工場小さな小さな町工場を営んでおりました非常に元気な父親だったんですが私が中学生ぐらいの時に仕事中に怪我をしましてでその怪我はです、ね、整形外科のお医者さんに治してもらったんですがその時に輸血が必要になりまして輸血が原因の肝炎肝臓の病気になってしまいましたでもう今からも50年近く前です その肝炎の原因もまだ分かっておらず、治療法もございませんでしたので、その後どん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 、父親の肝臓の病気、重くなっていきまして、えーまあ、そんな中で、ですね私にはですね自分の工場はもう通がなくていいと、それよりも医学部に行って、医師になったらどうだというふうに勧めてくれるようになりました。 で父親のそういう姿を見ている間に私も医学への興味を持って、えー、医学部に進学して昭和62年に卒業して研修になりましたその頃にはあの父の病気随分重くなっておりまして以前として治療法はございませんでしたのであの医師になった私ができることといえばあまあ点滴をしてちょっと栄養を補給したりそれくらいしかすることができませんでしたしかしですね、えー実の息子から 点滴等をしてもらって、ま、え、あ、ー、かなり病気進んでいましたので非常に苦しかったと思うんですが、その中でも嬉しそうにしていたのを覚えています。ただあ治療法ございませんでしたので、えー、研修医の2年目の時に父親は58歳で亡くなってしまいました。この父親の病気がですね、あのその時はまだ治療法がなかったんですが、その後どうなったかと言いますと、父親が 亡くなったのが1989年だったんですが、翌年に1988年だったんですが、翌年にアメリカで原因が分かりました。これはあの電子顕微鏡の写真ですが、非常に小さな小さなウイルスです。今では C 型肝炎ウイルスとして知られているウイルスですが、まあ、この小さな小さなウイルスに。 父親は命を奪われたわけでありますで。この原因が分かりましたので、世界中の研究者、製薬企業がわーっと治療法の開発に乗り出しましたで。その結果、2014年には、このハーボニーをはじめとするいくつかの画期的な薬ができました。これ、飲み薬でですね、1日 1, 1錠服用すると、3か月で99%以上の患者さんから C 型肝炎ウイルスが 消失するというまさに夢のような特効薬です。で今この薬があれば父親は死ななくて死んだと思うんですがあまあ残念ながら当時はこういう薬はございませんでした。あこの,あの C 型肝炎の歴史というのはかっては治らなかった病気が研究者の頑張りで克服されたと医学研究の成功の歴史であります。私たち医学研究者はここうういうことを 達成したくてて日々頑張っているわけでありますこのこれ成功の例なんですけれども原因が見つかったのが1989年で薬が開発されたのが2014年でございますのでその間実にですね25年四半世紀もかかってしまったとこれ決してあのこれが特異的な例ではありません。 医学研究が薬の開発につながるまではやはり20年30年長い長い道のりであるというのが私たちの行っている仕事であります私はこういう経験から最初臨床医だったんですが研究者医学研究の道を志しましたそして大阪市立大学の大学院に入り直しましてもう一度大学院生学生に戻りました これがあの当時の私の写真であります。この一番左があ私でありますが、まあ、まだ20代後半の頃でございますがあ、私をですね、直接指導していただいたのが、あこれちょっと今矢印が見えてるかわからないんですが、えー、このですね、えー、方があの三浦先生という私の直接の指導者であります。彼がですね、 大学院生の私にこんなことを言ってくれました。山中と僕はあの山中なんですが山中と呼んでいただいていましたがあの研究というのは世界との競争だということを、まあ、研究者の卵であった私に言っていただきました。あーまあ、どんな分野でもあってもその分野に関してはですね 数は少ないかもしれないけれども世界中のアメリカとかヨーロッパの研究者と同じことを競争してるんだとそのことを常に意識しないとダメだというふうに言われてまあ,あのそれまで30年近い人生で世界,の世界との競争をするという意識なんか持ったことがないのでまさにあの目からうろこと言いますかあ本当にあの三浦先生これ以外にもいろんなことを教えていただきましたが。 心から感謝しておりますこれがまずあの皆さんにシェアしたい、世界との競争だと、今、オリンピックがまさに行われていましたがあ,のあれも世界との競争ですがそれぞれの分野でオリンピックのようにあの離れかでないところでもですねやはり世界との競争なんだ、そのためにはあの英語等を一生懸命若いうちに勉強することも非常に重要だというふうに思っております。 でこういうことでですね、あの世界に目が開きまして、大学院終了後はアメリカに留学をいたしました。行き先はアメリカの西海岸、サンフランシスコにございます、ブラッドストーン研究所です。1993年から1997年、3年余り留学して研究のトレーニングを続けました。この写真は1995年、私33歳の時でございますが、ボスのトムイ・ネラリティ。 先生と撮った写真であります。まああのこの三十三歳の時はあ私もま今よりかなりふさふさであったというあの証拠写真であります。でこの留学期間にもですねたくさんのお大切なことを学びました。あ一番その期間中に学んで今も大切にしていることは何かと言いますとそれは当時の所長であったこのロバート マーレ先生から教えてもらった VW という言葉です。ある時ですね、ロバート・マーレ先生、当時の所長、今あの名誉所長をされていますが、私たち若い研究者を集めて、こう言われました。君たちに研究者として今後成功する秘訣を教えてあげようと。それは VW であるというふうにおっしゃいました。マーレ先生は当時も今もこのドイツの 車に乗っておられます、フォルクスワーゲンですけれども、まあ、それになぞらえて、VW と言われたと思うんですが、この場合の VW は、ドイツの車のことではなくて、なんのことかと言いますと、ビジョンワークハードだと、ビジョンの V とワークハードの W だというふうにおっしゃいました。あのしっかりした目標を持って、それに向けて一生懸命努力すれば、必ず成功できるよという、そういう教えであります。 このことをですね、それからもうあの25年ぐらい経った今でも私はもう座右の銘として忘れないようにしています。このビジョンをしっかり持つということが本当に大切だと。あの日本人はワークハードは問題ないケースが多いんですけれども、いつの間にかこうビジョンを忘れてしまうということがありますので、このビジョンをしっかり持っています。私たちにとってのビジョンはこう研究 基礎研究、応用研究含めて一生懸命行って、いつかは病気をやっつけるというのが私たちのビジョンであります。で1997年に留学から帰国いたしまして、えー、その2年後の99年に日本で大きなチャンスをいただきました。それはこう奈良にございます、奈良先端科学技術大学院大学という非常に長い名前の。 大学がございます奈良先端大と略しておりますがこちらで雇っていただきまして37歳でありましたが自分の研究室を持たさせていただきました研究室のリーダーとして独立することができましたでこの奈良先端大はご覧のように非常に美しい素晴らしい研究環境で周囲のですね兄弟 半大また東大等から若手の研究者を教授や准教授として集めてくるという非常にこう研究にとって優れた環境の場所でありましたこちらであの研究室のリーダーとして研究室も出させていただいたことによって大きく私自身の研究が展開していったわけであります。 1999年の12月に着任いたしましたが、着任するとですね、すぐにあの大きな課題があることに気づきました。それは、この大学は大学院大学なんです。学部はなくて、全国の理系の学部を卒業した学生さんが大学院生としてやってきます。で、えー、私は着任した時はですね、一番若いリーダー、研究室の リーダーで一番無名で一番研究費も少ないという非常に弱い立場でしたのでそういう弱小研究室にどうすれば大学院生が入ってくれるのかと大学院大学ですから大学院生が一人も来ないとかなり困ったことになってしまいます急にあの有名にもなれないですし急に研究費ももらえないですしこれは困ったなぁと 思ったんですが、その時に私を救ってくれたのが、先ほどの VW の言葉でありました。そうだと思いました。ビジョンだったらあ、すぐにでも作れるということで、魅力的な研究室のビジョンを掲げたら、それに惹かれて、大学院生がやってきてくれるんじゃないかなと思って、研究室のビジョンを一生懸命考えました。 そしてその時に作ったビジョンが、まあ、結局今の iPS 細胞につながるビジョンで、えー、大人のです、ね、皮膚とか血液の細胞これの運命をリセットして、まあ、あのコンピューターにはあのリセットボタンというのがあるんですがそれと同じように細胞の運命をリセットして元に戻してです、ね、いわゆる万能細胞受精卵と同じようなどんな細胞にでもなれる 万能性のある細胞を作り出そうとこういうあの目標を掲げ,掲げてこれを研究室のビジョンとしましたそして2000年の4月に入学してきましたあの120名の大学院生を前にあの研究室は20個くらいあるんですけれども自分の研究室の紹介をしましたこれとほとんど同じスライドを使ってこれをあの僕と一緒にやりましょうと こういうことをこう一生懸命語りましたであの私自身も基礎研究を始めて10年以上経っておりましたので、えー、これができたらま素晴らしいというのは当然なんですけれどもただこれはもう本当に難しいと何年かかるかわからない10年20年30年、えー、というかもう一生かかってもできない可能性の方が高いということはあのよく分かっていたんですがそういうですねあの難しいということは 学生さんには一切話さずに、これができたらどんだけ素晴らしいかということを30分間語り続けました。そういたしますと、ですね、作戦が成功いたしまして、3名の学生さんが、まあ、あ,のある意味、騙されて入ってきてくれました。それがここ、ここの海保さん、徳澤さんという2人の女性、そして高橋君という。 私にとっては忘れることのできない初めての大学院生であります。これは2年後の修士の修了式に撮った写真でございますがこの3名が加わってくれたことによって一気に研究が進んでいきましたただやはりですね私たちのビジョンは非常に難しいとなかなかうまくはいかないだろうと思っていました。 7000段台っていうのは、私のような医学部を出た医学系の研究者以外にも、ですね理学部であったり、工学部であったり、さまざまな分野の研究者が集まっていて、同じ建物の中で切磋琢磨し合うと、横のつながりが非常にこう強い大学です、大学院大学です。で私も着任してすぐに、ですね他の教授の前で、 自分の研究をを紹介するといいう機会たただきましたもちろん今度は相手はプロの研究者ですから正直にこの私たちのビジョン体の細胞をリセットするというのは非常に難しいと思っていますということを正直にお話をしましたそうするとですね発表私の発表を終わると1人の教授が 私のとこころにやってきててききうういいお話をしていただきましたただまそれはですねあの島本康先生という植物の研究で非常に有名な先生ですが島本先生が私のところにやってきて山中さんとお動物で分化した細胞体の細胞をリセットするということをなんか随分難しいように 話しておられたけれども植物だったら簡単だよっていうお話をされまして、えーまあ、私はえっという感じでびっくりいたしましたまあただよく考えると植物はですねいろんな種類の植物を挿し木とか接ぎ木で増やしますこんなふうに植物の茎のところでさっと切ると最初は鋭利な断面なんですけれども 数日以内にそこからもこもこっと白い細胞の塊が出てきます。これが実は万能細胞でありましてこの茎から出てきた細胞なんですがここからです、ね、あの根っこもできる、まあ、植物に必要なすべての体の細胞がここからできるということで、えーまあ、こうやって植物、言ってみたクローンとして増やせるわけです。あのご存知のように あと2か月くらい、一かヶ月、もう,もう1か月くらいですね、しますと、お日本中があのソメイヨシノ、美しいソメイヨシノで、えー、非常にこう華やぐわけですが、日本中のソメイヨシノは、もともと一本のソメイヨシノを接ぎ木等で、えー、日本中に広めた、まあ、クローンであるということがあの、この10年くらい前から証明されているんですが。 まあそんなふうに植物っていうのはあ体からこう万能細胞を作るのは非常に簡単なわけです。でこのです、ね、島本先生からこういうお話を聞いてそれまで私は自分たちのビジョン体の細胞をリセットして万能細胞に作り変えるというのはもうこれ非常に難しくて多分できないだろうと勝手に思い込んでいたんですがこの島本先生との、まあ、5分くらいの会話で 自分のいわゆるマインドセットといいますか、いや、もしかしたらできるんじゃないかというふうに思ったのを今でも覚えています。何を言いたいかといいますと、こういうです、ね、あの異分野の方と話をすると、短時間でも話をするということがいかにこう研究にとって大切か、おそらく研究だけではなくて、すべてのところで。 普段話さないような違う仕事、違う分野の人と話す機会を持つというのは非常に大切だなというふうにかん感じた、そういうエピソードでありました。で、あのまあこのこともきっかけとして、研究が少しずつその後、進んでいきまして、2004年にはですね、あの京都大学から声をかけていただきまして、 京大に移移る研究室を移すこととしましたまあ、あの奈良から京都ですから車で1時間くらいの比較的短い距離の引っ越しなんですがそれでもあの研究室の引っ越しはかなり大変でした、まあ、できたら引っ越しなんかしたくないというふうに思うくらい大変だったんですがそんな中でですねある先生 この須田敏夫先生という私たちの分野のあもう大先輩ですが、須田先生からですね、あの山中さんと引っ越しは大変だと思うけれども、実は変化させるチャンスだよというふうに声をかけていただきました。あの須田先生ももう何度もラボを引っ越しされています。慶応とか熊本とか、あ日本中でさらにはあの今シンガポールで ラボを持ちですので、もう本当、世界中の引っ越しをされてきたんですが、その先生から、引っ越しはチャンスだと言っていただいて、あ、そうかと思いました。で、私もですね、まあ、この引っ越しをチャンスと捉えて、まあ、ラボでうまくいってることもあれば、うまくいってないこともあったんですが、そのうまくいってないところを、いろいろ引っ越しというのを機会にして、いろいろ担当者を変えたりして、 そういうい変化を起こしましまたそれが非常にうまく作用いたしまして奈良から京都に2004年に移りましたがもう翌年の2005年には iPS 細胞の作成に成功していました。で論文として報告したのは2年後の2006年まずネズミで 報告し、よく2007年には人間で報告いたしました。先ほど山本先生が詳しく紹介してくれましたが、この4つの遺伝子を皮膚の細胞、今は血液の細胞を使うことが多いんですが、この4つの遺伝子を同時に送り込みますと、もうあら本当、あら不思議という感じなんですが、細胞の運命がリセットされまして、受精卵に近い状態に戻って、えーまあ、どんな細胞でも作り出すことができる。 iPS 細胞と名付けた新しい種類の細胞を作り出すことに成功をしたわけであります。でこんなふうにあの私が代表して紹介させていただくことが多いんですが実際に iPS 細胞を作ったのは私ではありません私の研究者の。私の研究室の若い研究者たちです。たくさんの人が頑張ってくれたわけですが特にこの3名が立役者です。 徳澤さん、高橋君は先ほども紹介した初めての大学院生の2人です。もう1人の石坂さんは大学院生ではないんですが、難しい実験を専門的に行ってくれる技術院という非常に大切な仕事がありますが、私のラボの初めての技術院が石坂さんです。この3名がいなければ、あの私のラボでは iPS 細胞できていないと思います。社会的な競争になっていましたので、きっとアメリカかイギリスかでできていて。 違う名前になっていたと思うんですが、まあ、この3名を中心とする頑張りで日、えー、本で iPS 細を作ることができましたこの3名ともですね20代の時の成果です、えー、今日あのこの後お対談させていただく方まだ10代の人が多いと思いますが、まあ、それからですねもう5年とか以内にこういうあの非常に大切な実験 をができるんだということの本当にいい例だというふうに考えています。iPS 細胞は皆様お一人お一人から作ることができて、どんどん増やせて、さまざまな細胞を作り出すことができますので、再生医療と薬の開発に非常に期待されています。薬の開発につきましては先ほど今村 先生からあの ALS について紹介がありました。私はあの再生量について簡単に紹介したいと思います。でいろんな病気があるんですがあ、私はですね、5年前に非常に大切な友人を亡くしました。それはこの ミスターラガーマンと呼ばれた平尾誠二さんであります。ご存知の方も多いと思いますが、伏見工業高校、同志社大学、そして神戸製鋼、そして日本代表と、もう輝かしいあのお戦績を収められたあラガーマンであります。で私はですね、えー、彼が、えー、同志社大学や神戸製鋼で活躍されていたときに、 神戸大学の医学部で、えー、ラグビーを少ししておりまして同級生なんですね学年では。で本当にあの憧れの人でただあのラガーマンとしてはもう天と地の関係で知り合う機会もなかったんですが、まあ、大人になってからある雑誌の対談がきっかけで、えー、なんか急,急激に仲良くなりましてもう大人になってからできた親友のような感じで。 もうあの本当、講師、えー、いろんな面であの一,緒に一緒にラグビーはできませんでしたがあのゴルフをしたりお酒飲みに行ったりともう本当に、あのー、親しくさせていただきましたで彼にいろんなことを教えてもらいましたで、えーまあ、一つだけ紹介しますとあのお選手を叱る時の彼、えー、心がけている4つのこと。 ポイントを教えてもらってあの、これも本当に大切だなと思っています。で彼が言ってくれたのは、怒るのはプレーだけだと、人格は怒ったらダメだと、それからの他の選手と比較してはだめだと、あと、だらだらとこう長時間同じことで起こり続けるのも良くないとで、最後には後でしっかりフォローするんだと、この4つを彼は常に心がけてやっているということを言ってくれて、えー、私も 気をつけているんですがなななかなかできないこの4つのつこことでありますでこんなふうにいろんなことを教えてもらったんですがあの5年前突如と,としてですねもう末期のがんであるということが分かって、えーまあ、その1年くらい闘病を頑張ってされたんですが亡くなってしまいました。ということでこのがんという病気に対してもなんとか i p 細胞をお役立てたいと思っています。 私たちの研究所の金子教授たちのグループはですね、がんの細胞から、がんの細胞ではなくて、がんの細胞もですね、実は免疫細胞に攻撃をされます。免疫っていうのは外から入ってきた、新型コロナウイルスのような、外からの敵だけではなくて、体の中でできる。 内なるる敵とももえるがん細胞も攻撃してくれますただですね、がん細胞はやたら元気で、一方、あの免疫細胞は加齢に伴ってどん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 弱まっていきます。なんから大体がん細胞が勝ってしまうんですが、iPS 細胞の技術を使いますと、加齢によって弱ってしまった免疫細胞から iPS 細胞を作ると、ここで若返ります。元気になります。しかも大量に増やすことができます。増やしてからもう一度、 免疫細胞を作り出すすことができますそうすると、この免疫細胞はがんを攻撃するという記憶をしっかり保っています。これを患者さんに戻すことによってがんをこう退治する、やっつけるという iPS 細胞を使ったがんの免疫療法、これをですねあの金子先生はじめ、たくさんの世界中の研究者が今、目指して一生懸命研究をしております。この iPS 細胞を使った再生量は日本が世界の先頭を走っています。今 紹介しました、こういくつかのがんに対する免疫療法に加えまして、パーキンソン病とかあの目の網膜とか角膜の病気、心臓の病気、血液の病気、脊髄損傷、お膝,、ね、膝の関節軟骨の病気、こういったものに対する臨床試験がすでに国内で行われています。であの iPS 細胞のもう一つの使い方は薬の開発で、あの これ、先ほど ALS の例を今村先生がお話しましたが、私たちは iPS 細胞を今、世界中を苦しめている新型コロナウイルスの研究にも役立てようと一生懸命頑張っています。具体的にはですね、新型コロナウイルスに感染して回復した人を含めて、いろいろな方からですね、iPS 細胞を作っています。この I 細胞から 肺や心臓の細胞を作り出すこ,とができますこれをですね新型コロナウイルスの感染の実験材料としてウイルスをやっつける治療薬のをスクリーニングするそういう研究にも今いろんな研究所の世界中の研究者と協力して一生懸命行っておりますで以上駆け足になりましたが iPS 細胞研究所では 600人以上の人間が一生懸命研究しておりますまだです、ね、臨床試験という研究段階でありますが、これから5年、10年後目指してですね、一般の医療、きょう、上医師会の皆様にもお集まりいただいておりますが、開業医の先生とか病院の先生にも広く使っていただく治療になるよう、今後も一生懸命頑張っていきたいと思います。これからもどうぞ ご支援ご支援の方よろしくお願い申し上げます本日はご清聴誠にありがとうございました